辻スタジオの美風ゾーン最近自分が物事を判断する基準として用いているのがこれは広告なのか広告でないのかっていうことを意識してるんですよね。今一番熱い あの二元論はこれは広告か広告でないかということやと思ってるんですよ。陰キャとかね、陽キャとか、肉体か精神かとか、えー、そういう二元論はもう男と女とか、もう古いです。過去の話。これからは広告か広告でないか、この二元論で物事を見ていくっていうのが、えー、主流になります。でじゃあ とその広告か広告でないのかをあの見分けるにはどうしたらいいんやというそこをねあの今日はバシッと例を持って一つ一つこれは広告であるこれは広告ではないこの2つを分けて皆さんにお伝えしようと思うので是非ねこれからの生き方の指標にしていただけたらなと思います。でね本当に最近 特にインターネット上で思うことが多いんですけど何もかもが広告的価値に集約してされていくというかそういう気がしてるんですよね。まあリアルでも街に行けばいろんなところに広告がありテレビを見ていてもえ広告がえありで番組自体がね広告になっていて。 えー、なんやこれ結局この,このチェーン店の広告やないかいみたいなクイズとかあるじゃないですか。でまあそういうのももううんざりしててテレビも全然特にゴールデンタイムの番組とか僕は見なくなってしまったんですけどまあネット上っていうのは広告的なものっていう以外のものが割とえー、行きやすい。 空間やった怪我してたんですけどツイッターなりで評価今されてるのがインプレッション数っていうのが評価されていてまあ注目を浴びれば浴びるほどえ収益に繋がるっていうシステムができてますよねこれがね非常に良くないと思いますねこれのおかげでえ全てのことが広告化していき広告的 価値っていうので図られ利用されているとまあ、そういうタームに入ったんやなという気がしますこれはねかなり難しい問題だと思うんですよねで例えば最近その X を開いたら一番上にこうフォローしてない人のお気持ちというか、えー、切実な気持ちっていうのがあの上がってきたりするじゃないですか もちろんそれ,それぞれっていうのはすごい重要な問題提起が多くてで考えさせられるなって僕も思うんですけどでも結局そういう切実な訴えとかあとはなんかこう胸くさ悪くなるようなそういう話題っていうのがこう X の収益システムを盛り上げるためのそういう安い道具に利用されてるっていうところにめちゃくちゃ腹立つんですね僕は。 インプレゾンビって言われるようなそういう人たちの存在っていうのが今問題に問題というかえありますけどもそういう人たちにもうなんかそういうしょうもないそのインプレッションを稼ぐっていう行為をする時間をシステムによって使わされてるからまあ被害者でもあると思うんですよね。みみんながみんななが結局はえそういうい フラストレーションとか怒りの力っていうのを収益システムに献上させられていてで次から次へとそういう新しい、えー、今日は本日はこの議題で、えー、怒りましょうみたいなのを提供されてで自分たちの生理的な気持ちとか、えー、人を助けたいとか道徳心とかそういうものを全部広告的価値に置き換えて、えー、消費されてなんかどんどん焼,き焼け野原に。 自分たちの精神とか時間とかそういうものが浪費されているような感覚があるんですよね。もうこれ以上なんていうのかなそういうことに時間を奪われるのは僕は嫌やなと思ってきてます。そういう、えー、X の投稿は全部広告です。これは広告だ広告扱い。<laughs> そんなわけないよな。 そんなわけないよなななそんなわけないところが難しいんですよね。だから二元論ととかをバシッて言える人すごいと思うただなんとなくあの冗談ですけどでもそういうふうな考え方であ,のある程度整理していかないと自分の本当に大事なことに使う時間っていうのもなくなりますし心理的なリソースっていうのは本当に限られてるし。 毎日の日々のの々仕事とか生活っていいうのは本当に大変じゃないですか。そっちもちゃんと見ながら大事なことにも考えるっていうことで大きいシステムの中であのそういう怒りや切実な思いっていうのが利用されていてでそれで得するのはそういうあの共感性とか他者に対する思いやりとかがない人。 人であったりもしくは人でないそういう、えー、収益システムそのものが得するだけなのでなので一旦あのそういう中で陽動させられてるぞっていう気持ちっていうのはまずは持つっていうのはあの大事かなと個人的には思ってますね。じゃあこれからあの広告か広告でないかをはっきり言っていきますけど。 まあさっき言ったよなゴールデンタイムのもうテレビ番組これはね広告ですもうめっちゃ守護でかいけど正直あんまゴールデンタイムのテレビ全然見れてないけどなんかねもう何見ても広告テレビの内容そのものが広告的価値しかないように見えてしまってなんかあんまり面白いと今は思えてないのでこれはもう広告ですあとはまあインターネットねもうこのインターネットっていうのはもうこれ 一番厄介ですけど先ほど言っていたのようなあの状況っていうのがあの別に X だけでなくありとあらゆる領域にはびこってるなと思いますので自分が面白いなと無駄に時間を使うのがあの僕は無駄に時間を使うっていうことに対してはもうすごい積極的にあの推奨していきたいんですけどでも無駄に時間を使う先としてのインターネットっていうのがかなり終わりかけてると。 自分は、まあ、特に SNS は終わりかけてるなと僕は思ってますなんで、えー、インターネット特に SNS これはもう広告です分かりやすく分けていこうであとはそうですねなんか最近思うのうんまあなんかいろんなことが広告的に広告か広告じゃないかっていうふうに二言論で語れるんですけど、えー、例えばいつも前を通る焼き鳥屋の 焼焼き鳥を焼く匂いこれはね広告ですねもう毎日毎日その誘惑してきて腹立つんですよ焼き鳥の匂いってねえもうこれはもう毎日食べてられないんでお財布事情的にも健康的にもなんでもうこれはあの広告です焼き鳥のい、あい外に出ないようにしてほしいあまりにも広告的匂いなんであのこれは僕はもう断固として拒否していきます 1> 週1ぐらいでは食べますでも自分がね最近始めた、えー、スピリチュアルウォーキングっていうのがあるんですけどこれはねやっぱねこうスピリチュアルっていうのはね自分の中で自分が心地いいと思える時間の想像やと僕は思うんですよねでまあそのウォーキングをしながら、えー、家で踏み台昇降をすることも含むなんですけど なんか好きな深夜ラジオとか音楽とかえ聞いたりあとはえめっちゃ何て言うのかなしょうもないアクション映画をえー画面で流しながらする踏み台昇校とかねなんかこういう時間すんごい自分にとって大事な時間になってるんでえこれは広告ではないですね俺の時間っていうねあの気がします。あとそうですねななんやろうな 音楽ね、もう音楽っていう主語でいきましょう。この音楽っていうのはね、もうね、実は広告です。これは。音楽っていうのは元々もともと全部含むので。もう広告っていうのももちろん含まれます。なんで、広告っていうのは、まあ、やっぱり。見た、見た人とかに、未来を想像させるっていう性質がありますよね。で、自分は。音楽っていうのは、一番最初に。世の中をこう予見するものやなと思ってるので。 なので時代の流れをリードするっていうそういう意味での,あの広告と非常に共通点が多いなと思いますよってこれも広告ですなので二元論的に広告か広告でないのかというふうに分けていったとしても善悪とは違うベクトルというのも分かってきますよねこうなってくるとやっぱりね二元論っておかしいよねってなってくるよねあとね微風ゾーン 今やってることこれね広広告ですこれ広告でですすこれねなんかねこれうまいこと話せないんですけど自分の中でかなり SNS 的な存在になってて今でまあこれどっから来てる感覚なのかなぜなのかみたいなのを言語化はできてないんですよねでこのね僕もこれ苦手な言葉なんですけどこの言語化できるできないみたいなのがすっごいもてはやされてるじゃないですか。 もう一つ僕ピンときてないんですよね言語化できるイコール素晴らしいみたいなんなんかその自分の場合はやっぱ行動が割と先に出るタイプなのでえまあそれをうまいこと言語化えするっていうのはあそれ自体にそんな価値ってあるのかねとえ行動とえ言語化された えー、自分のま気持ちとか、えー、納得するような感情とかっていうのが一致して価値が出るものであって、まあ、言語化しただけっていうのは特にそれそのものはそんなにあの自分はそれをしたことで、えー、なんか価値を見出すっていうことはないです。まあ、これ人それぞれだと思いますね。あの文章がアウトプットの一番あのメインの人っていうのはもちろんその言語化っていうそのものが。 アウトプットだと思うんで、まあ、自分はちょっとそれとは違うなという気がしています。あとはね、今年自分たちがあの頑張ってやりたい、えー、イベントとか、えー、っていうものはもうこれは広告です。あのぜひ皆さん来てください。今年ねいろいろこう計画してます。で、まあ自分の作品のリリースっていうのも計画していて進めているし、あとは。 あの2024年はねもう広告化されたこういうネットっていうのの時代ではなく、えー、リアルが流行ると思いますただそのリアルもクソつまらんリアルがまた流行りますなんでそのクソつまらんリアルの中でも自分たちが楽しめるような空間とか時間っていうのを僕は今年作っていきたいと思ってるんですよね友達と一緒に。なんで是非ねそれに遊びに来てください。 めちゃくちゃゃく <laughs> なんでこう広告か広告じゃないのかで広告に対するアンチテーゼやと思って聞いていたこの YouTube は実は広告だったっていうねもうこういうひどい世界ですインターネットっていうのはなんでやめましょうあの今年自分たちが遊び場を作るので遊びに来て一緒に楽しみましょう 今日はそういう感じです。